皆さんに性教育の重大性にについてどう考えているか教えてください。世界から見れば日本の性教育はかなり遅れています。原因の一つは、様々ありますが統一教会などがあると思います。しかしながら衣食住経済よりかはこの優先順位はやはり認知やったりとか低く見られています。私自身5歳から今まで痴漢や露出など性被害を受けてきました。世の中結構地獄やなと思ってます。どんなふうにお考えか教えてください。はい、日本の性教育についてお考えをということですが、1番目の候補者お願いします。ありがとうございます。性教育不十分だと思ってます。不十分なのに、性的コンテンツが、溢れまくってる国が日本だなと思います。教育されない現場で、教育をされていない教育現場で、一方で、自分自身で学習するものがかなりずれたものが多くなっていくっていう悲劇なんだろうな、この国のというふうに思います。で、例えば性交渉って言葉がなかなか性教育の中でも出しちゃいけないようなものになってたりとか、実態と大きくかかり離れてる。だってみんなやってるやんっていう話ですよ、これ。詳しく教えろやっていうね。じゃなかったらやっぱりずれちゃうんですよね。で、これは参議院でも前に質問したことあることなんですけれども、で、これは、例えば障害というものを、もっと子どもたちに対してもさらに詳しく教えていくってことも重要であるということを、その保護者の方から、直接言われたことがあります。なので、次の機会を狙ってるんですけれども、その質問をする機会を。だから、なんだろうな、当たり前に人間が生きていく上で当たり前に存在すること、みんなが、していくことってことに関してはもう事前に詳しく知ってて何が悪いってことですね。安全性っていうものをやっぱり担保する、それを知る権利があるだろうってことだと思います。はい、続いての方法お願いします。はい、性教育って究極のその自己決定権だと思うんですね。自分の体のことは自分で決めるっていうことを、しっかりちっちゃな頃から、きちんと教えていく、そうしたもう本当にもう基本的人権の一番のものだと実は思ってます。ただ、これが全然もう軽んじられてて、この日本はもう私幼児教育の中に、幼稚園の頃から保育園の頃からこのリプロダクティブヘルス&ライツの考え方は入れてた方がいいと思います。で、実際やってる幼稚園あるじゃないですか。で、そうするとね、なんか家に帰ってきて子供がお父さんに例えばお父さんがテレビ見てあいつハゲやーみたいなことを言ったとすると、いやお父さん人の容姿をそう言っちゃいけないんだよって娘が言うんですって、っていうような、ね、ことで、本当にその性交渉のことだけじゃなくて、なんか本当にその人の体のこととか容姿っていうのはその人の個性であるわけだから、きちんとそれは自分も自分の体のことを知る、で人に対してもそれを尊重するっていうことを、きちんと教える基本的な教育だと思います。はい、